バレーホバレーホはアメリカ合衆国カリフォルニア州の空の郡、サンフランシスコベイエリアのサンパブロ湾北部に位置する都市。地理的にはノースベイに位置するがイーストベイにも近いため間違えられやすい。人口は2010年の国勢調査で115,942人。サンフランシスコベイエリアでは10番目に人口が多い都市であり、空の郡で 最も人口が多い都市である。30マイル南には、サンフランシスコ、15マイル北には、ナパがあり、カルキネス海峡の北西、ナパ川の川口部に位置している。市名は、カリフォルニアが州となることを提唱し、カリフォルニア州議会上院の初代議員のうちの一人でも、あったカリフォルニアのマリアーノ・グアタルーペ・バレーオにちなむ。バレーホには、 テーマパークのシックスフラッグスディスカバリーキングダムがあり、かつて、メアアイランド海軍造船所が存在した。カリフォルニア州立大学の一部である、カリフォルニア海事大学、空のコミュニティカレッジのキャンパス、医科大学である、トゥーロ大学が存在する。アメリカ合衆国森林局の事務所もある。サンフランシスコワンフェリーは、バレーホのダウンタウンから、 サンフランシスコフェリービルディングまで運行されている。ソルトランズはバレーホとベニシア、さらにフェアフィールド、エルサディとウォールナットクリークまでのバス路線を運行している。エヴァンス交通はシックスフラッグスディスカバリーキングダムに隣接するコートヤードバイマリオットとオークランド国際空港を結ぶバスを毎日運行している。 バレー法は1852年と1853年の2度、カリフォルニア州の州都となった。州庁舎は1880年代の火災で消失した。バレー法を初めて訪れたヨーロッパ人は、洋船で杜氏を行い、その地域は1902年にブルーロックスプリングスと名付けられた。バレー法にはかつてミオク族やサスウン族。 パトウィン族などのネイティブアメリカン部族が暮らしていた。地は1843年にメキシコのマヌエル・ミッチェルトリーナ長官からマリアーノ・グタルーペ・バレーオ将軍へ払い下げられた 340km のランチョサスコルの一部であった。氏名はバレーオにちなんで名付けられ、彼はノースベイ地域に住んで監督することを任命された。バレーオ将軍は地域の治安維持の責任を負い、 1836年には、そのままの集落を設立した。1846年、独立志向の高いアングロ系の移民がカリフォルニアを統治していたメキシコ政府に対して放棄したベアフラッグ反乱。この結果、バレーオはサッタアトリデに投獄された。その後、カリフォルニアはアメリカ合衆国に併合された。バレーオ将軍はメキシコの軍人ではあったが、 カリフォルニアのアメリカへの併合におとなしく従い、カリフォルニアに大きな恩恵をもたらした。原子力潜水艦のマリアーノ・ジー・バレーは彼の名を取って命名された。1850年、市は、議事堂、大学、植物園などの施設を含んだユーレカという名前の新たな町の計画を提案した。州全体での住民投票を経て、計画は承認されたが、市名は、 バレーホに決まった。1851年、修正院により任命された委員会は、湾を見渡せて、空気の澄んだ日にはサンフランシスコも見える丘を見つけ、その戦略的価値が認められた。同年、バレーホは公式にシュートとなった。1852年に議会が、市に移転した。しかし残念なことに、州議会議事堂の建設をやり遂げることができなかった。 雨森がする建物で樽に座って、議会を行うことを強いられたため、サクラメントへの移転を申し立てた。議会はわずか11日間しか続かなかった。議会が去った後、メアアイランドに海軍造船所が建設された。造船所は100年以上稼働し続け、1996年に閉鎖された。連邦政府は影響力の強いバレーを将軍をインディアン管理官に任命した。 彼は1849年の州憲法制定会議にも出席した。その後もバレエオは州の政治に関与し続けた。しかし、そのまま周辺の土地の所有権への引き申し立てにより貧困に陥り、彼の農場は25万エーカーからわずか300エーカーに減ってしまった。バレオはそもそもアメリカのカリフォルニア獲得に疑問を呈していた。 彼は最終的に皇人としての生活を引退し、1890年に亡くなった。町の名前はバレーオ将軍から取られたものの、町の本当の創設者はジョンビー・フリスビーだと考えられている。バレーオの娘エピファニアは、フリスビーと結婚し、バレーオは土地上との委任状を与えた。フリスビーは EH ローを雇い、彼は町を設計して、 東西の通りには州の名前を南北の通りにはカリフォルニアの軍の名前を付けた。1900年代初期バレー砲にはマイナーリーグに所属する野球チームがあり、地元の新聞ではジャイアンツまたはシンプルにザ・バレーーズと呼称されていた。シカゴ・ホワイトソックス、ニューヨーク・ヤンキースなどでプレーしたピング・ボディは1908年のシーズンをバレー砲で過ごした。 チームは1920年代初頭に解散した。現在、市には独立リーグのパシフィックアソシエーションに所属するバレーホアドミラルズがあり、2017年にリーグ優勝を果たした。ダウンタウンにはビクトリア様式やアメリカンクラフツマン様式の歴史的な建物が多く残っている。バレーホはサンフランシスコから30マイル北東、オークランドから22マイル北。 サンノゼから56マイル北、サクラメントから52マイル南に位置している。東ではベニシア市、北ではアメリカンキャニオン市と接している。南にはカルキネス海峡、西にはサンパブロアンがある。アメリカ合衆国国政調査局によると、地域全面積は49.54平方マイルで、この内陸地が30.67平方マイル。 水域が18.87平方マイル。水域率は38%である。ナッパ川がメアアイランド海峡からサンパブロ湾へと注いでいる。バレーホはソラノ郡の南西端サンフランシスコ米エリアのノース米地区に位置する。週間高速道路85線によってサンフランシスコやサクラメントと結ばれている。カルキネス海峡にはカルキネス橋がかかっている。 東のベニシアへは、週刊高速道路780号線、西のマリン郡方面へは、カリフォルニア州道37号線で結ばれている。カリフォルニア州道29号線は、市内のカルキネス橋付近が起点で、市内中心部を貫き、ナパ郡に入って、アメリカンキャニオン市を通り、ナパへと至る。バレー補修編には、複数の断層がある。活断層である。 サンアンドレアス断層からは少し距離がある。市内ではサルファースプリングスバレー症状断層とサウサンプトン断層が発見されている。これらの断層では第4期の地震活動は観測されていない。バレー補修編では歴史的に新車を算出していた。ヘースティングス交渉とセントジョンズ交渉では現在でも水銀による水質汚染が継続している。さらに、 高校を掘ったことにより、周辺のリンドラー川、ブルーロックスプリングス川などの流水が、枯渇してしまった。バレーホの気候は、冷涼な沿岸部の気候と内陸の熱い夏の気候が、混ざった地中海性気候である。バレーホは、サンパブロ湾の東岸に位置しているが、より太平洋よりに位置するサンフランシスコオークランドよりは、内陸部からの熱波の影響を受けやすい。 最も寒い1月の平均気温は摂氏8.7度。最も暑い7月の平均気温は摂氏19.8度である。夏は非常に長く7月から9月まで続く。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。1960年代北カリフォルニアでゾディアック事件と呼ばれるシリアルキラー連続殺人事件が発生した。 犯人は37人を殺害したと主張しているが、実際の人数は分かっていない。3件の殺人事件が、私有地または、市の周辺で発生した。バレー保守警察とサンフランシスコ市警察が事件を捜査しているが、未だ解決していない。捜査は2004年4月に一旦打ち切られたが、2007年3月に再開した。早くも1940年代には、 バレエ法はサンフランシスコから車や船ですぐに行けるゲイのコミュニティとして知られるようになった。当時、バレエ法には8件のゲイバーがあった。2000年から2009年にかけてサンフランシスコからゲイレズビアンが移住してから同性愛者であることを隠していない人々は彼らへの反発に直面た。17歳のレズビアンの生徒が学校運営者にハラスメントを受けているとして、 バレー保教育学区はアメリカ自由人権協会から訴えを起こすと迫られた。学校は彼女に2万5千ドル支払うことで和解し、差別をしないためのより厳格な指針を定めた。2009年、バレー保市長オスビー・デイビスはニューヨーク・タイムズのコラムニストスコット・ジェームズとのインタビューの中でデイビスの個人的信念や聖書の解釈によれば、 ゲイの人々は天国に行くことができないと答えた。ニューヨークタイムズはデイビス市長とのインタビューを掲載したが、市長は自分のコメントは文脈から外れていると主張した。ニューヨークタイムズが当初掲載していなかったインタビューの一部で、デイビス市長は LGBT のコミュニティを泥棒や殺人、嘘つき、薬物中毒、自動性的虐待などと比べていた。 ゲーレズビアンコミュニティの多くの人は彼のコメントが対立的で偏見を持っていると考え市長を辞職することを求めた。一方で彼のコメントに賛同し支援を申し出る市民も多くいた。バレー法、いわゆるフェース、信念、信仰のコミュニティと表現したことに対し市長に反対する人の多くは彼が LGBT のコミュニティに抵抗感を持っていると感じていた。 2011年11月に行われた次の選挙で、オスビー・デイビスは市長に再選された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。